これから、スコープによる製薬最適化のモデリングと事例について、ご紹介していこうと思います。スコープというのは、Solver for Constraint Programming の略で、製薬最適化問題に特化した、最適化ソルバーです。目次はこのようになっていまして、最初に、このスコープの、特徴とか、Python インターフェースについて、紹介します。その後に、いくつかの例題、簡単なものから、実際の応用に近いものまでを、通して、スコープの使用法を説明していこうと思います。で、パート1は、スコープとは何かとか、スコープの特徴、並びにその Python インターフェースについて、簡単に紹介します。このスコープの対象とする製薬最適化問題というのは、通常のいわゆる数理最適化とか数理計画問題とは異なって組み合わせ最適化に特化したモデルです。で、すなわち実数変数などを含まない重み付きの制約充足問題を対象とします。で、通常の制約充足問題、Constraint Satisfaction Problem というのは与えられた制約を満たす解が存在するか否か、すなわちイエス・ノーで答えられる判定問題です。一方、この重み付きの制約充足問題というのは、制約からの逸脱量に応じた、制約ごとに与えられた重みですね、ウェイトをその逸脱量にかけて、その和ですね、ペナルティの合計を最小化する問題です。で、逸脱を絶対許さない制約を、ハード制約とか絶対制約とか呼びます。で、逸脱を許す制約、例えば目的関数などというのは、この逸脱を許す制約としてモデリングできます。で、こういうのを、ソフト制約とか考慮制約とか呼びます。で、スコープで対象とするのはこちらの問題、重み付きの制約充足問題です。はい。で、スコープというのは大規模な制約最適化、制約充足問題を高速に解くためのソルバーです。で、開発されたのは、京大の茨城先生と、当時京大にいらっしゃるんですが、今法政大にいらっしゃる野々部先生で、ベースになっている解法はメタヒューリスティックス、詳しく言うとタブーサーチというのを元にしています。そのため大規模でも高速に解くことができるわけです。で、こちらからトライアルバージョンがダウンロードできます。入力インターフェースは3種類準備してありまして、簡易モデリング言語、いわゆるテキストファイルを入れることによるモデルと、Python からの呼び出し、もしくはライブラリ形式による呼び出しの3通りが準備されています。ここでは一番簡単な Python 言語からの呼び出しについて紹介しようと思います。スコープの特徴です。で、誰でも効率の良い定式化が書けます。通常のいわゆる MIP ソルバー、混合整数計画、最適化ソルバーの場合は、定式化をうまく書かないと、いわゆる強い定式化、上手な定式化をしないと解けない場合があります。スコープですと、それほど、そういう定式化の強さとかに気にする必要なく、効率の良い定式化が書けます。で、大規模な組み合わせ最適化ですね、を解くのに特化しているので、そういった問題を解くのが、得意です。で、通常の数理最適化と違うのは、変数に対して領域と言われている、なんか集合を定義するんです。後で詳しく説明しますけど、普通は変数というのは、こういう混合整数最適化の場合は数値です。0とか1とかいう整数とかで、集合は一応、表せるんですけど、効率が良くない場合が。で、この領域の概念を使うと、普通の MIP ソルバーと比べて変数の数が少なく、よりコンパクトなモデリングが可能になります。また、制約の表現力が普通の MIP ソルバーより、柔軟性があります。基本的にはどんな制約でも書けるんですけど、一応、デフォルトで準備しているのは、一つの二次制約です。普通の MIP ソルバーですと、突な制約しか書くことができないんですけど、どんな
変数の、まあ、2次の組み合わせ、まあ、2次の組み合わせができれば3次以降も3次以上も簡単に表現できるんですけど、一つの2次制約ができる。もう一つは相違制約、オールディファレント制約っていうんですけど、まあ、ある変数の組が取る領域が、それぞれ異なると、互いに異なるようなっていう制約も書くことができます。まあ、これらを使うことによってより、コンパクトに、モデリングが可能になります。で、もう一つの特徴が、いわゆる考慮制約とかソフト制約というので、制約の逸脱を、まあ、デフォルトで許すことによって、まあ、実際問題ですと、まあ、解がないってことがしばしば起きます。 MIP ソルバーとかだと、まあ、それがまあ避けられるわけですね。必ず解のからの逸脱を最小にするような何らかの答えを返してくるというのがスコープの重要な特徴です。で、モデルの構成です。モデルは、変数、領域、制約から構成されます。で、最初の変数です。バリアブルというのは何かっていうと、まあ、いろいろ変えて決めたいものです。でスコープの場合は変数というのは数値ではなくて与えられた集合ですね、ドメインとか領域とか言いますけど、そこから一つの要素をピックアップしてくるというのが変数の表現となっています。で今言ったその領域というのが、ドメインというのが変数の、に値を決めるための集合です。でこれは数でなくてもいいので、何らかの集合が1個持ってくるというので、まあ後で例で示しますけど、非常に表現力が大きく、まあ、コンパクトな、モデリングが可能になります。で制約、コンストレイントというのは、まあ、変数が同時に取ることのできる、まあ、組っていうのを、まあ、制約として、まあ、条件式として表したものです。で各制約には重みですね、ウェイトというのが定義できて、インフという文字列ですね、無限大を表します、インフィニティを表す、と絶対制約になって、適当な正の数を入れると、それはソフト制約、考慮制約になっていて、この数が、制約を逸脱した時のペナルティになります。でデフォルトで入っている制約の種類は3種類あって、通常の線形制約で、オールディフ制約、この領域から取ってくる値が、互いに異なってほしいという制約で、クワドラティックというのは一つの二次制約。はい、でスコープパイモジュールというのは、このスコープという、スコープ自身は C++ で作られていて、それを Python から呼び出して、求解するためのモジュールです。でこのモジュール自身は、まあ、さっき そのモデルのクラス、変数クラス、制約クラスから構成されているんですけど、全て公開しているので、これをいろいろ自分で書き換えて、例えば新しい制約の、を自分で作る、例えば3次の制約クラスを作ったりすることも可能です。でクラスは、モデル全体を表すモデルクラスと変数クラス、バリアブルと制約クラスがあって、そこから派生させて、3種類の制約、リニア、クワドラティック、オールディフが、定義されています。でクラス間の関係はこのようになっていて、一番中心になるのはモデルです。でモデルに、変数を加えるというメソッドがあるので、そのアドバリアブルメソッドによって変数を追加することができます。で、変数はその取った値ですね、ドメインから取ってきた値と元々のドメインが定義できます。制約クラスというのは、モデルに対するアドコンストレイントメソッドによって追加できます。で制約には重み、ウェイトが定義されます。で、3種類の制約が準備されていて、リニアとかクワドラティックとかオールディフです。でリニアとクワドラティックに対しては、制約の向き、ディレクションと右辺定数、ライトハンドサイドがあります。で左辺の制約の項はどうするかというと、変数インスタンスをアドタームス、まあ、タームというのは項ですので、それによって追加します。でオールディフ制約は、まあ、その変数のリストですね、を与えると、それぞれ異なるドメインから、あとドメインから値を違うものを選択するような制約を付加することができます。で、スコープパイモジュールを作って、まあ、普通はデータを読んできて、最初にモデルオブジェクトを作ります。で、変数を追加して、制約追加して、最後にオプティマイズメソッドを使って求解します。まあ、こういう順番で、まあ、いろんな問題を解くことができます。
以降ではいろいろな例題、まあ、簡単なものから実際に近いものを、通して、スコープ .py の使用法を説明していこうと思います。最初の問題は非常に簡単な問題で、仕事の割り当て問題です。で今、3人の作業員、名前は ASBC としますが、3つの仕事0、1、2に割り当てる必要があるものとします。で3人の作業員は、それぞれ異なる仕事に割り当てる必要があります。でこれが割り当ての費用で、 A という人を仕事0に割り当てると、まあ、15、例えば15万円かかるとか、1に割り当てると20万円かかると。で誰をどの仕事に割り振るのかという問題がこの仕事の割り当て問題です。で、まあ、古典的な問題で、割り当て問題ですね、アサインメントプロブレムですが、スコープで解くときは少し定式化の仕方が違います。割り当てというのは、相違制約、ゴールディフ制約と書いて、この費用、目的関数にあっている費用はこれも線形制約として書きます。でこちらはソフト制約で、その逸脱量が目的関数値になる、ただし費用の最小費用になるわけです。でこれが上に書いてあるのが通常の混合整数最適化。実はこれ整数条件外しても整数解に出てきます。この制約行列、XIJ というのが、割り当てですね、作業員 I が仕事 J に割り振られるときに1、そうでないとき0なんですけど、この制約行列が完全担保性という制約を持っているので、これ0以上1以下もしくは0以上だけでいいですに緩和しても整数解が出てくるという性質を持っています。まあ、したがって非常に簡単な問題なんですね。で、まあこの整数最適化として定式化しようと思うと、 XIJ という仕事の数かける作業員の数、さっきの場合だと 3×3 で9個の変数が必要になります。で、これ目的関数は CIJ というのが割り当て費用とすると CIJXIJ のサメーションで、最初の制約は各仕事に、1人の作業員が割り振られてなければいけないという制約で、次の制約は各作業員が1つの仕事に割り振られなくてはいけないという制約、まあ、これで解くことができます。でスコープで解く場合は、この XIJ の代わりに XI、 この大文字の X と書いて、こういう変数を使います。でこの変数はドメイン、この場合のドメインは、仕事0、1、2の集合です。0、1、2から1個のものを持ってきて、それを値としてくださいというふうなに書くことによって、これらの制約が必要なくなります。非常に簡略化して書くことで変数の数が、まあ、3つで済む、3で済むわけです。実際に、モデリングを Python で作ったのがこのプログラムです。で、from scope import asterisk とやると、まあ、scope.py のモジュールの中のクラス等を全部読み込んでいきます。でここでは、作業員の集合をリストで表します。文字列 ABC で表します。仕事はジョブスで0、1、2というリストで表します。で、割り当て費用なんですけど、ここでは辞書で表しています。辞書で、これ、キーが仕事と、すいません、作業員と仕事のタプルですね。で、値が、その費用になっています。まあ、こういうふうな、辞書で与えておくと、まあ、コスト、なんとかなんとかで、その割り当て費用が表現できます。で、最初にすることがモデルインスタンスの作成、モデルオブジェクトの作成で、モデルクラスを、まあ、名前付けずにやると、この M というのがモデルのインスタンスになります。で、次に、変数を追加します。変数というのは、まあ、辞書で取っておくことにしましょう。これ空の辞書です。で、各ワーカーズ、ワーカーズは ABC でしたから、ABC に対して、モデルインスタンスの add variable メソッドで、変数オブジェクトを生成して、それを辞書 XI ですね、 I 番目、はい、番目というか、I っていうのが今 ABC とかありますから、 XA に、A、作業員 A の変数のオブジェクトを入れます。引数は、名前 I だから A という名前を付けている。ドメインは、Jobs です、なので0、1、2のリスト。
こちらに書いてあるのがテキストでの入力方式で、まあ、予約後バリアブルとかいうのを使って、こういうテキストを準備すると、これと同じ、ここの Python で作ったのと同じような入力ができます。逆に Python で作って、こういうテキストを書くこともできます。今表現したのは変数 xi、こちらの変数は小文字ですけど、が、こういう012というドメインを持つということの定義です。で、次に、制約の方ですけど、制約は、all if 制約、すなわち、相違制約1本で構いません。で、ドメインから1つ持ってくるという部分、最初の制約の部分は、さっきの変数の定義で自動的に定義されているので、その必要はありません。で、今、all if 制約に入れるリストというのを、x リストとしましょう。まあ、実際は、この変数 xi、xa、xb、xc という3つの変数が全て異なる値を取るという定義をしたいのですから、この変数 xa、xb、xc からなるリストを、作ります。で、制約は all diff というクラスがあるので、名前は all diff の略で ad。で、リスト入れる、その相違制約を定義する変数のリストは今作った x リスト。で、絶対制約にしたいので、重みは inf という文字列を入れます。この con1 というのが相違制約のインスタンスになります。それをモデルの add constraint メソッドでモデルに追加します。で、次が線形制約です。線形制約は、では目的関数を表します。で、今、これはテキスト入力ですけど、こちら見ると、リニアというクラスを作ります。で、名前はリニアコンストレイント。で、重みは1、なわち制約を1つ破ったときは1ですから、まあ、目的関数値を表すようになります。右辺は0、制約の向きは以下です。まあ、これで、左辺がない空っぽの線形制約ができたことになります。この con2 というのが線形制約のインスタンスです。で、ここに、項を追加するんですね。項というのは、各、ワーカーと各ジョブに対して、費用、コスト、ij、i というのがワーカーで、まあ、a, b とか、b とか c が入っている。j がジョブで0、1に入っている。で、コストというのは辞書でしたから、コスト、ij で、この係数ですね。左辺の、に追加する項の係数が追加できます。で、第二引数が変数のオブジェクト。変数というのは作業員ごとに定義されていたので、xi というのが変数になります。この xi という変数が j という値を取ったときに、このコスト ij という項が追加されるというのが、ここで定義した制約、この線形制約に追加した左辺の項になります。で、作った con2 というのを、モデルに追加します。で、こちらにあるのが、その、同じものを表したテキストファイルで、名前がリニアコンストレイント。重みが1。タイプがリニア。制約のタイプがリニアで、15というのが、A が0というのを値を取ったときに、かかる。という、まあ、こんな風にしてテキストで、書くことができます。まあ、実際この Python のプログラムで、この制約をプリントアウトすると、こういうテキストが現れます。じゃ、先ほどの相違制約のテキスト形式を説明しましたけど、これは名前ですね。all diff という名前で、重みが inf 無限大で、タイプが all diff です。これ変数のリストで、まあ順番変わってますけど、まあこの a と b と c というのは異なる値を取るということを宣言しています。これらを全部合わせると、これがそのテキストですね。モデルをプリントする。モデル自身をプリントしてもいいですし、制約オブジェクトとか変数オブジェクトをプリントすると、まあ、こういうものが出されます。すべてテキストの入力を生成するためのインターフェースが、この Python インターフェースです。で、実際に Python で解くときは、先ほどの Python の入力をした後に、モデルのいろいろなパラメータですね。例えばタイムリミット。計算時間を1秒に設定します。で、モデルのオプティマイズメソッドを実行すると、返しとして、解そのものと破っている制約の辞書が返ってで、ソリューションというのは辞書で、それぞれのキーが、変数です。その変数とその変数の取っている値をプリントすると、C は1、A は0、B は2というのが、
最適な割り当てであるというのが出てきます。で、バイオレイテッドっていうのはこの乖離子の第二乖離子ですけど、破っている制約です。この場合破っているのはリニアコンストレント、たち目的関数で37逸脱しているというのが出てきています。で、実際に今の答えですね、C が1ですね、 B が2と見てみると 15+12+10 で37破っていることが分かります。で、このペナルティというのはこっちがハード制約、絶対制約で、こっちがソフト制約なので、当然目的関数自分の37が逸脱していることが見て取れます。続いてもう少し難しい仕事の割り当て問題を解いてみましょう。今度は5人の作業員 ABCDE が3つの仕事0、1、2に割り当てる必要があるものとします。で、各仕事の必要人数は0という仕事が1人、1という仕事が2人、2という仕事が2人としましょう。ただし、A と C というのは仲が悪いので同じ仕事には割り振れないものとしましょう。で、これを混合整数計画問題で定式化するとこのようになります。で、同じように xij という変数を準備します。で、xij というのは0、1変数で、0の場合は割り振らない。1の場合は作業員 i が仕事 j に割り振られていることを表します。で、割り当て費用は cij でしたので、それが目的関数になります。で、各作業ごとに、必要な人数の加減を lbj と書きましょう。その各ジョブに対して割り振られた人数なしサメーション xij が必要人数以上になっているというのがこの制約です。で、 A と C を同じ仕事に割り振ることができないというのはこの制約で書くことができます。で、A と C さんが、同じジョブに割り振られると両方1になります。両方1になるとこれイコール0ですから両方1にならないということを表しています。で、各作業員は、いずれかの仕事に割り振るという、いわゆる普通の割り当て制約が3番目になります。で、これ普通の混合整数最適化ソルバーに入れると、多分この制約でエラーをします。この制約自身は、凸でない二次制約なので、普通のソルバーでは解くことができません。で、非線形の最適化ソルバーというのもあるんですけど、それでやると局所最適解が出てきます。で、スコープですと、この後の問題も、非常に簡単に解くことができます。で、まず制約最適化で解く場合は、この xij という変数を使わずに、xi、すなわち各作業員ごとに、の変数をだけを定義します。その作業員の、取れる領域というのが、仕事の集合0、1、2になっています。これがその実際のコードです。モデルのインスタンス M を作って、ワーカーズは今度は5人 ABCDE というリスト、ジョブは0、1、2というリストにしましょう。これは割り当て費用を表す事象です。で、加減、必要人数加減を表すのも各仕事ごとに1、2、3というのを返すような事象としておきます。実際にこの手のコードを書くときはリストをあまり使わずに全て事象で表すことを推奨しています。アクセスが非常に簡単ですね。というのと、簡単でしかも早いというのが、辞書で表したので、ことによってできますので、バグを減らすためにも、こういったものは辞書で準備することを推奨します。で、これテキスト表現なんですけど、各変数が、0、1、2という領域を持つというのは、プログラムですと、空の辞書を準備して、各ワーカーごとに、add variable、メソッドで、i というのが abcde で変わって jobs というのが0、1、2というリストだったので、これで表現できます。目的関数も同じように線形制約、右辺が0で以下というのを作って、で各ワーカーの job ごとに左辺係数を加えてあげると、こういったテキスト入力と同じような、ソフト制約ですね。制約の逸脱が1の、ペナルティを持った線形制約を定義できます。で、次に、加減制約です。
加減制約は、テキスト入力だとこんな風に3本の制約になるんですけど、Python でやる場合は、まあ、ローアバウンドコンストレインツの略で LBC という辞書を準備して、各ジョブごとに線形制約、ローアバウンド、0とか1とか2とかいうのを名前を付けてあげて、これは絶対制約とします。右辺はローアバウンド J、1、2、2ですね。で、制約の向きは以上とします。で、各制約に対して左辺に、こういう項ですね。人数を表す項だから、係数は1、変数 xi が j になったときに1になるという項を追加します。でこれによって、加減制約が定義できます。で、次に、こういう制約、さっきこれイコール0でしたけど、まあ、以下でも同じです。でこれを定義するためには、二次制約を使う必要があります。で、テキストはこうなっていて、この場合、一応ソフト制約で、逸脱はあまりしたくないので、目的関数のウェイトが1でしたので、まあ、100倍してやります。で、A が0、C が0になったときに1、A が1、C が1になったときに1。で、これによって、同じ仕事に A さんと C さんが割り振られたときは、制約が1つ破るということが表現できます。で、Python の場合は二次制約を使います。で、ペナルティが100、右辺が0。で、まあ、等式、まあ、不等式でもいいんですけど、を定義しておきます。そこに、項を追加します。この場合簡単で、XA が J、で、XC が J だったら1、2次なので、この変数と値のペアが2つあることに注意してください。で、これで2次の項が追加できます。実際に、制限時間1秒で休解した結果がこれです。A が0、B が2、C が1、D が3。E が12です。ちゃんと A と C は異なる制約に、異なる仕事に割り振られていることが見て取れますし、目的関数値がソフト制約で合計が52であることが確認できます。